Welcome to しびちゃん。どうもしびです。今回は道軍戦のテキサスコロニー。敵コロ道軍戦は三本拠地の方が面白い。まあだけどそしたらストレス防げねえから、那覇トゲになるわ。それダメだ。というわけでちょっと今回はザクハーフキャノンを使いたいので銃撃4機です。本当はアーティラリー入れようかと思ったんですが、まあいっかな銃撃でっていう。そんな6月の10、20、ちなみにこれ S 型チャーバーズ S いいですよ。意外といい。ロケ種だったら私はもちろん F とか行くんですけど、ロケ種じゃない人は S ってのも選択肢にあります。どうせダウン取れないし F でも。南か惜しい。今いけっかなと思ったんだけど、でもいけないのに攻められてるなら。あ、また誰もやらないパターンや。かもしゃあないよね。砲台が全部壊れてるんだよ。おお、敵とするとなかなか豪快ですな。あ、外した外した。さあどうしたもんですかね。ちなみに今回に土曜日のお昼前、お昼かなぐらいにちょこっとやってるんですけど、あんまこの時間はほとんどいないですね。まあ、今回このなんで道軍戦なんでしょうね。普段コアタイムは道軍戦なんて発生しないですからね。私のメインの時間帯である。相性はいいね。あいつと。あ、引っかかった。1000食らったんですけど。血を言ってほしいですな。大事しないよ。もう今さら。
すぎだ。少しはよめろ。すまない、退避する。出撃する機体を選択してください。自軍戦略兵器の出撃する地点を選択してください。開始を優先させる。ここは退避させていただきます。協力願います。ちょっと邪魔邪魔ケンプは潰そうと思ったのに。ここに出してもね、あんまり見ないかな。出撃する地点を選択してください。しばらく続きそうですね。拠点はもらっといた。おせっかいかもしれないが、まとめて切った。バレちゃった。今当たったでしょ。残念。やることになっているっていう。出撃する地点を選択してください。撃ったべや。サンキュー。あ、それ武器切り替えでなんかラグる。なんかね、武器切り替えでラグるときとラグるとき、ラグらないときあって、主にラグるときは何かっていうと、パソコンで起動していて、何かをやった後にガンをやると、ラグるようになるんです。何もしないで、即再起動してガンをやると、問題なく、ラグらないんですよ。なんか作業した後とか、じゃあありますって言うんでガンをやると今それなん、まさそれなんですけど。
する機体を選択してください。出撃する地点なもんでやったら重いんですよね。かっこつくんでしょ。ほらほら30度になるでしょ。これならないんですよ。即やれば再起動してくれば。いやだけどそれをこっちに強いるのってどうなのって話なんで、バグですよ。バグです。何かしら起こってそうなってるんです。バグです。格ゲーオンライン。なんだっけ、ヒルドロブでコンテナ、核を搭載するとかね、上に乗っけられるじゃん、持てないけどタンクだし、あんだけ広きゃそんなぐらいできるよ。今回できない、どうすんの。むしろ何のためのあの広い被弾面積だ。残念、一発でやれなかった。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。
願います。打ち切り替えたラグランですよ。困ったちゃんでしょ。殴るんですよ。落としちゃったね、あれは。戦略兵器が破壊されてしまいました。惜しい。指揮官からの指示です。レーダーこそか。作戦時間は残り3分です。背筋を正して狙う。切り替えでカッコつくなり。すごいとこに家具持ってきたぞ。やっぱり再起動しなきゃいけないですね。それ以外の挙動は軽くなったんですけど、非常にそこでガクッと落ちるんですね。で、私は武器械調査する人なのできつい。でもこいつなんか内臓でガツガツ変えるんで、そのたびにガツガツ落ちてたらもうほらんですよ。若干落ちるでしょ。 FPS待たれとったー。お、あ、後ろに寄ってね。再起動が必要です。別にそんな大した作業してないですよ。ブログちょっといじったりとか、ブラウザでちょっとなんか見たりとか、そういうレベルですよ。
うん、それでこんな長くってどんだけっていう、なんかあるんですよ。なんかトリガー、まあ、きっかけがあるんですけど、なんでこれになるんだっていう、まあ、なんかそれっぽいのを改善中みたいな話をしてるんですけど、割とこれもう2、3週間ずっとっていう感じなんで、ちょっと困っちゃう、結構困っちゃってますね。いい勝負だったんですけど、衝動がっていう感じですね。そんな感じでした。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。再起動してきます。個人評価の報告です。